本塁打くん、52、お先、盗塁くん。マジで仲良すぎるけん、本塁打52決めてうわーってなってたら盗塁も決めてびっくりしたわ。意地でも数字を揃えていくスタイル、マジでスター感あって好きだわ。大谷は盗塁全然失敗しないからな、行こうと思ったらいけるタイプなんだと思う。イチローの盗塁数を超える可能性が出てくるとは思わなかったな。全てにおいて超えていく男、あとはよく言えば打率を3超えてほしい。敵は自分自身みたいでかっこいいよね。もうこれが大谷翔平という男のありさまなんだろうね。毎回数字揃えてくるの几帳面すぎるし、本体ヤバすぎるだろ。生きる伝説大谷翔平や。本谷に対抗新武器出しで草、お互い最大のライバルで面白い。しかもこれが投手という事実に頭がパンクしそう。盗塁くんと本塁打くん仲良すぎだし、お互い刺激やってるんやろな。60、60目指して頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。